はい、皆さんこんにちは、大和屋です。本日ですが、川崎新邸と隅田川でですね、ヘチ釣りを行って黒鯛を釣った様子をお届けしたいと思います。10月の釣りですが、基本的にはこんな感じで水がすけすけでございます。一番この時期に読めないのが、雨が降っていて隅田川の方でスケスケだと、沖合のですね、川崎の方では結構濁っていたりします。その逆にですね、隅田川で結構濁ってたりすると、川崎の方では水がですね、透けていたりいたします。でですね、この日は隅田川が濁っている時に川崎新邸に来ました。当然ですが、釣れることを期待して釣りに出かけます。最近ですね、私の動画の視聴者の方でご病気をされてですね、入院期間中にですね、私の動画を見られて勇気づけられたというふうにですね、大変嬉しいお言葉を頂戴いたしました。そのためですね、動画の端々にどこかしら病気の予防に役立つのではという情報をですね、ちょっとずつつけていきたいと思います。ちなみにこのヘチ釣りという釣りはですね、1日の歩数が1万歩、若い方ですと2万歩ほど歩いたりする釣れでございます。当然のことながら、運動した方が心疾患だったり脳卒中、あとですね、腎機能の改善に役立ちます。慢性腎臓病になってしまうと血液透析を行う必要があります。その際は血液透析もしくは腹膜透析ですね、腹膜透析の方はお家でする透析となります。そうなってしまうとですね、なかなか生活にも支障をきたすことが多いかと思います。そのため、今ヘチ釣りをされている先輩方はですね、ぜひともしっかりと歩いて病気の予防に努めていただければと思います。いや、何今の、ボンって持ってったよ、タムさん。当たり、あったと思うよ。なんか貝、意外に取られた。取られたじゃないよ、外れたの。外れた。残念。いた、ほら、夕平に文句言ったカニに噛まれたじゃん。文句言わなきゃよかったんじゃない。タムさんとですね、川崎新邸に行った時はすっけすけで全く釣ることができませんでした。いつもですね、釣れない時は歩いて健康になったからいいやくらいに思っております。で、川崎新邸が住んでいる時は隅田川が濁ってるんじゃないかといったところで、川崎新邸でですね、ゲットしたこちらの緑貝、これを使って釣りに来ております。釣り方はですね、スライダー調法でございます。通常の意外と違ってですね、こちらの貝結構匂いが強くてですね、もしかしてこの匂いで寄ってくるんじゃないのかなと思って、こちらの隅田川ででもですね、試しております。Thank you.
サイズ40超えてるぜ、久しぶり。イエーイ、いいサイズ。よし、冷蔵庫かかってる。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。最近ですね、隅田川の方も雨が降る確率が随分減ってですね、晴れの日が続いて水が濁ってきております。結構富士壺なんかで釣られている方も多くてですね、緑貝がない場合は富士壺だったり、あとは練り餌系の餌ですね、富士壺生バリューとかそういったものを試されてみてもいいかもしれません。また濁っているうちに釣りに行きたいと思います。棚はですね、非常に浅くてこんな感じでですね、1メーターちょっと沈めたぐらいでも当たりがあった時もありました。残念ながらですね、この日は当たりが3つの釣った枚数は2枚でございました。この後で1枚かけてですね、それをキャッチいたしております。ちょっと動画がですね、録画できてなくて映すことができておりませんでした。釣り場の印象ですが、昨年の10月が今年の11月とか、そういった感じがいたします。また天気のいい位置に釣りに行きたいなと思っております。それでは皆様、また次回の動画でお会いいたしましょう。